そ、えー、そもそも、えー、中世の時代にはは子供という概念はなかったというふうふに言われております、まあこあのその後の、えー、研究によってさまざまにこの、えー、考え方には微調整がされているとはいええー、この中世の時代に描かれた絵には大人をそのまま縮小したような、えー、ミニチュアの大人として子供が描かれている、えー、そして子供服というのも独自に子供服のデザインを ラインがあったわけではなく大人の服をそのまま、えーえー、小さくしたものというのが、えー、子供に着せられていたというような事実から、えー、わざわざ、えー、子供時代という時期を切り離して考えなかったという時代は結構長く続いていたということが言われています、えー、ところが、えー、これが17、8世紀になりますと、えー、初めてここで子供という存在とそしてそれを いいかかに良き大人ととして教育するかという考え方が生ままれてきます、えー、子どもというのは未知の可能性を抱えた、えー、白紙の状態である、えー、これはジョン・ロックが言ったタブラ・ラーサーという言葉ですけれども、えー、ですからそこにいくらでも何でも書き込むことができるそういう可能性を経たあの、えーえーとえー、持った 存在であるというふうに考えられるようになりますと、えー、児童教育の手段としての児童文学というのが、えー、非常に大きくクローズアップされていきますそして、えー、その中では社会へで生きていくためのモラル大人になるためのレッスン、えー、そういったような教訓主義的な書きものが、えー、多く現れるようになります えー、そして子どもたちの識字率というのも、えー、っと教育が受けられる経済的な余裕がなくとも、えー、教会の日曜学 で、えー、無償でボランティアの教育が施され読み書き簡単な算数そして宗教教育というのがされるようになりましてだん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 、えー、草の根まで、えー、教育が広がっていくとともに、えー、子どもたちも読み書きができる子が増えてくるわけです。 そうしますと、えー、児童文学の読み手というのも格段に増えてくるわけですけれども、えー、そういったような教会と関連して出てきた宗教的で、えー、教訓的な子どものための読み物というのは、えー、子どもたちをまずは救済すべきものとして捉えました。えー、というのは、 18世紀ぐらいの福音主義という教会の中でもキリスト教の中でも一派の人たちが日曜学校運動というのを非常に熱心に取り組んだわけなんですけれどもその考え方によると人間子供というのは生まれた時に人間のこのオリジナルシーンというやつなんですけれどもアダムとイブが犯した原罪というのをそのままにその身に引き受けて生まれてくるもの であり、えー、それは早いうちに洗礼を受けさせキリスト教徒としての教育を受けさせて、えー、善良な良きキリスト教徒に成長させてやらなければならない、えー、その前に死んでしまった子どもは永遠に煉獄に留め置かれるというような考え方を持っていたわけです。えー、というわけで児童文学が持っていた、えー、大変大切な役割はいかにこの罪深いこ 子供を救済するかという使命だったわけえすそういったような書き物の中では良い,子を良いことをした子どもは祝福を受け悪いことをした子どもは罰を受けるというような割り方簡単なメッセージ性というのが込められていたわけです。 その,あの反面ですね、えー、こうして識字率が非常に広く広まっていきますと、子どもというものに、えー、非常に、えーとえー、期待できる市場、経済市場というのを見出した抜け目のない商業、えーとえー、商人たちもいたわけです。